どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ポケットモンスタースカーレット実況プレイ始めていきたいと思います。さあではね、今回やっていくのはですね、最強翡翠ジュナイパーを捕まえに行きたいと思います。ではちょっと見ていきますか、情報の方を。お知らせこれですね。これこれ、10月9日までの期間で星7の黒い結晶のテラレイドバトルにジュナイパーが出現中ということで、テラスタルがね、草テラスタルなんですよね。最強の証がついてますよということです。まあミュウツーよりはね、全然強くはないと思うんですけど、まあ頑張っていきたいと思います。で、今回用意したのがアルセウスですね。あのポケモン情報局さんの動画を参考にさせていただいてますので、まあ詳しい説明は、そちらの動画を見ていただければわかると思います。じゃあちょっと軽くだけ説明していきますね。テラスタルが炎で、持ち物火の玉プレートでタイプが炎になっていますと。で、さばきの粒で瞑想鉄壁アシッドボムで、努力値が特攻と防御に上げてますよって感じでございます。さあね、これね、せっかくね、レジェンズアルセウスから連れてきたアルセウスくんなんで、活躍させていきたいなと思います。じゃあ、このね、テラスタル、ここのところまでちょっとカットしていきたいと思います。さあ着きましたよと。翡翠のポケモンはね、一応連れてきたんですけど、やっぱ最強の証持ってるのってめちゃくちゃ魅力的で、で、親分の証もついてないんですよね、ジュナイパー。なんで、まあ、こういうイベントはね、しっかりと参加して、ゲットしていきたいなっていう思いでございますね。なんかめっちゃ噛んじゃったけど。よし、じゃあ行きましょう。これですね。よし。じゃあ、一人で参加。でね、今回のね、攻略の仕方が結構変わってて、バリアを張るまで放置でいいらしいです。すごくない?これ。放置だって。よし、楽しみだよね。本当にワンパンできる方らしいんだよ、これ。うん、ちょっと頑張っていきましょう。もうびっくりするな、これ。ピカチュウ。ね、かわいいよね、おめえ。じゃあ、来た。翡翠ジュナイパー。これからじゃあ、翡翠のポケモンもね、ガンガン出てくるのかね。かっこよ、アルセウス。よーし、じゃあ、ここからね、ずっと放置らしいですね。いや、本当に放置いいのかなこれね。なんかね、こちら側が攻撃技を打たない限り、相手攻撃してこないらしいんですよね。まあ、とりあえずバリア打つまで、まあ、放置で OK と。ビルドアップ。すごない?放置でいいって。斬新ですよね。本当にワンパンできるらしいんで。よく考えるよね、こういうの。すごいわ。いや、本当にね、いつもお世話になってます、ポケモン情報局さん。すごい、いい情報ばっかね、届けてくれるんで。こうやってレイドありますよ、とか。だそういうの見て、まあ、攻略法とか見て、動画にしてるって感じなんで、もうほぼパクリですよね、動画は。もうとりあえずね、いろんな方が、どれのポケモンで攻略していこうかなっていうのは、いろいろ考えてるんでね。毎回いろんな人の動画見て、だからその最先端走ってる、ああやって考えてる人たち、ほんとすごいんだなって思いますよね。頭使ってるんだな、計算して、どういう技を打ってくるかっていう予想もしながらね。さあ来ました。さあここから、自分が動いていくと、ここからね、アシッドボブ3回打っていきます。さあ来ますよ。はい、アシッドボブ。で、速防を下げていく感じですね。3本の矢。強っ。これ3回打てる。これ3回打てる。話が違うけど。アシッドボム。速防ガクッと下がった。シャドウクロー耐えろ。オッケーナイス。ナイスと、これ3本の矢が来たらやばかったね。ここ1回死んでも OK らしいです。
林智も3回 OK ですと。特防下げて3本の矢で死んでいく。3本の矢強いね。これジュナイパー専用技なんですよね。グラスフィールド、グラスフィールドなんて持ってんだ。ウィフスト早く復活してくんないですか。特防、特攻下がっていく。おりゃで、ここから、鉄壁をまず3回積んでいきますと。鉄壁はい、3本の矢、はいで、鉄壁と。で、次瞑想4回打つんですね。これ大丈夫かなってめっちゃ思ってる。あ、全然くらい入んないね。3本の矢で防御下がるのが一番嫌なんだけど、これ時間間に合うか。これ結構ギリギリな気がするんだけど。シャドクロー、はい、問題ない。なるほど、グラスフィールドで回復していってんだ。はい、ここから瞑想4回打ちますね。これ結構簡単なんだよ、マジで。意外と余裕があるというか。特防が上がっていく。シャドクロー大丈夫。グラスフィールドナイスだね、これ。はい、2回目。だんだん時間が迫ってきてるけど大丈夫かな。3本の矢、急所、急所当たったら癒しのエール使ってくださいってことでしたね。さあ回復して、いやー、急所当ててくるとは思わなかったな。シャドクロー OK。 これ今何回言ったっけ。 あと2回か。瞑想間に合うかな、これ。そう、いや、焦ったね、今、マジで。シャドクロ、シャドクロ、3本ね、やめて。オッケーオッケーオッケー。いや、急所入りすぎじゃない急所入りすぎじゃない。そう、4回積みましたと。で、次、イケイケどんどんですね。3本のや、ああ、急所が怖い。急所が怖い。イケイケどんどんを2回使うと。よいしょ。3本でやめて。うわ、怖い。もう1回イケイケどんどん。ほんとギリギリだな。時間いっぱい使うんだね。よーし。さあ。シャドクロナイス。やばいよ。さあ、ここテラスタル来て、さばきのつぶきだ。さあ、これでワンパンできるということなんですけど、本当にできるのか。よいしょ。もう結構時間ギリギリだけどね。かっこよ、アルセウス。さあ、さばきのつぶ手を当てて、とっ強っやったー。うお、これは簡単だったね何に入れよう。まあ、使うかどうかわかんないからな。フレンドボール入れとっか。これいいね。一発で来た、一発で。やったぜー。はい、翡翠ジュナイパーゲット。これ超簡単じゃん。特製パッチ、やった。
結構いいのもらえるね。よし、簡単だったね。さあ捕まえましたよと。ちょっと出しますか。じゃあ傾くので。なんだよ、この辺どうですか。アルセウスがかっこいいよな、マジで。神だもんね、神。あ、意外とちっちゃいんだな、翡翠獣ダイパー。だいたい主人公と同じくらいの身長ですね。で、アルセウスくんがでっかいな。やはり神は偉大ですね。てな感じです。ちょっと中身見てみようか。よかった、捕まえれて。最強の証、最強ジュナイパー。おー、やったー。これ持ってきてるよな、確かな、ジュナイパー。持ってきてなかったっけ。爆風は持ってきてんだけど、あれいない。え、なんで2匹いんだ、爆風。あ、いたいたいた、ほらほら、ジュナイパー。これあれだ、親分ジュナイパーだ。よーっしゃー、嬉しいな、これは普通に。オッケー。さあ、ということで今回ここまでにしたいと思います。まあ、アルセウス持ってる方はね、ぜひ参考にしていただいて。本当にワンパンできたんでね、すごかった。時間ギリギリだったけど、時間ギリギリ使ってワンパンするような方になってますので、よかったらね、興味があれば、使ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。